はい、どうも、チーです。どうも、タイゾンです。はい、どうも、よろしくお願いします。よろしくお願いします。うん、何話すの？うん、昔話。昔話？うん、例えば、どういう系のって、うん、っていうか、面白かった話とか。面白かった話？うん、面白かった話、うん、なんだろうね。なんだろう、急に振られると困る。困るね。うん、面白かった話ってなんだろうな、うん、俺は鶴見川に後輩をぶん投げた時だね。汚ねえ鶴見川に。汚いんだ。あ、そう、鶴見川に後輩をぶち込んだ。後輩泳いでてたからね、そうなんですよ。俺はやっぱりあれだよ、もう鉄板だけど、うん、夜中プール侵入して、うん、直の後輩がいて、うん、お前それなんだよ、ナイロンです。ナイロン、そう。あれが面白いよ、ナイロン。テンパりすぎだろっていう、うんうん、何考えてんだって。本当だよ、本当。何がナイロンだよ、これ。俺さ、後輩さ、地元に後輩一人もいないのよ、うん、もうビビられすぎちゃって、うん、ああ、いないよね。そう、誰でも近寄ってこない、ね、うん、だからタメか先輩しかいないんだけど、うん、人脈は、うん、こうやって俺一人もいないんだよね、うん、まあ大人になってから出会った年下の後輩みたいなのはいるけど、うん、その学生時代とかから の、うん、あの地元のやつの後輩って一人もいないの、うん、でも俊介はあれでしょ。タメだよ。タメでしょ、うん、仲いいんだよね。俊介との出会いから話す。ああ、ちょっと聞きたいな。俺俊介と中学1年生の時に出会って、うん、一緒のクラスだったの、うん、で俺の学校ってなんか特別で、入学してから 3日目ぐらいだよ、うん、まだ入学して3日目ぐらいなのに、うん、修学旅行みたいなの行くのよ。え、うん、まださ、だってさ、馴染んでもないじゃん、うん、でまだ友達 も誰一人もできてない、うん、時に修学旅行に行きました、うんうん、で男子が、うん、大部屋で男子、まあ、俺も含め、俊介も含め、うん、大部屋に男子が全員集まってて、なんか自由時間でこうみんなわちゃわちゃやってさ、その時に変な小僧というかタイムのやつが、うん、要は俺の小学校の、うん、俺のことを知ってるやつは分かるけど、うんうん、違う小学校出身のやつの、うん、変なクソザコみたいなやつが俺もなんかちょっかい出してきたんだよね、うん、あんまりしつけえから、うん、そいつぶっ飛ばしたの、うん、もうその大広間で、うん、男子みんないる中で、うん、真ん中で、うん、そいつボッコボコにしたのよ、うん、その時に止め入ったのが俊介だったの、うん、でぶっ飛ばして、なんかもうみんなシーンみたいな静まり返っちゃってさ、うん、もうビビっちゃって、うん、で俺も一人出て行って、うん、で拳とかさ血とかさを洗ってたの、うん、水道で、うん、それ俊介がトボトボトボってきて、うん、いやなんかこんな、うん、ちょっとやりすぎだよみたいな感じで、うん、なんかそんな感じで笑いながら、うんうん、ああちょっと、うん、まあ、ちょっとやりすぎだなみたいな、うん、でそっから俊介とがっちりもうまぶたちのところ、うん、そっからなんで、ああいい話だ、そうそう、面白い話じゃなくていい話だ、そう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 、うん、そっからもうなんつうんだろう、俺と俊介ってもうニコイチみたいな感じで、うん、相棒だから、うん、いいな、なんつうの、俺がアクセルで、うん、あいつがブレーキみたいな役割で、うん、いつも喧嘩するの俺じゃん、うん、であいつがいつも止め役みたいな、うんうん、そういういいバランス感覚なんだ、うんうん、そうそうそう、だから13歳か、うん、13歳の頃からのずっと今までの親友ですね、うん、一緒に住む、うん、俺は都市かな、やっぱ T 山。あ、ほんと？うん、トシさん、何、中学から？もう、いや、もう幼稚園から。あ、うん、そんなに？うん、長い、うん、あ、もう幼馴染じゃん。そう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 、面白いんだよね、でもあいつ、ほんとにめっちゃいい人ですよね。うん、ほんと、面白くてさ、もうギャグ戦もあるし、マジで面白いやつでさ、トシさん、いい人だよね、うん、しょっちゅうふざけてばっかりいたからね、あ、柔道部でさ、中学入って、あ、やっぱ柔道部なんだ、そう、小学校の時も遊んでたけど、うん、
ゲームとかやったりさ、してさ、だけど、あの、中学校入って柔道部になって2人で、うん、柔道部入ってるけど、あの、ふざけてしてさ、うん、先生にぶっ飛ばされたりそこは先行、うちらの中学の先行ひどいよ、殴るから、うん、あのね、ギリギリね、俺の兄弟の時もそう、もちろんそうだけど、うん、俺の時でも、うんうん、ギリギリまだ先生がまだ手を挙げる時代だったの、うんうん、あと根性論ね、そうあの、うん、部活とかの水を飲ませてくれない、そう根性論のさ、そうスパルタのあるね、今だったら大問題だけど、そう、うん、そういう時代だったんですよ、本当ね、体育の先生とか超怖かったじゃん、そう怖かった、めちゃくちゃ怖かった、閣議場とか呼ばれてぶん投げられたりしてたの、そう、うん、俺のとこにはマルタっていうもうすんげえな先生いて、うん、もうすごい半端じゃないの暴力が、うん、でまあ俺なんかも行けないんだけど、うん、部活中にふざけてばっかいたから、うん、それでてめえお前らつって今から一人ずつぶん投げてやるとかって言われて、うん、投げられて、うん、マジでそう、いや、本当ね、昔のね、あの、ゆとり世代とかそういう人たちわかんないんだろうけど、うん、昔の俺らの時代の体育の先生っつったら、もう超武闘派で、武闘派、うん、超怖かったからね、怖かったね、俺ら見たんで、2人、うん、怖い体育の先生、うん、筋肉ムッキムキの、うんうん、いるよね、いる、うん、で、1人は国士舘の柔道部出身で、うんうん、ああ超強い人でやばいな、それはそう、うん、でもなんせ俺なんか中学生だからね、そうだけじゃんそうまだ体もできてねえさそうひよっこじゃん、そうだ、もう片手で投げられちゃうもん、そうだね、あ、でもまあいろいろあったね、中学も、中学楽しいよね、うん、中学の時は一番楽しかった、楽しい高校の時はもう俺もう横浜で一人で行って、え、今日で高校行ったの、行ったよ、専門学校行ったよ、あ、専門行った、うん、専門行った、うん、あ、そうなんだ、そうです、でもやっぱり横浜と川崎仲悪くてさ、へ、うん、そうよく喧嘩してよ、あ、そういうのがあるんだ、うん、そう、川崎も悪いイメージだよね、うん、川崎は悪いね、うん、あ、なんか横浜はなんかすごい、横浜って大きい、そのいや大きいよ、大きいか、大きい、うん、所沢も結構でかいんだよ、うん、そう、うん、で俺所沢はもう中学2年生の時に所沢の、所沢にね市内に15、6個あるんだけど、うん、中2の時でも全部制圧したから、うん、そう、うん、喧嘩でね、うんうん、で兄弟喧嘩話多いよ、俺はもう喧嘩なで生きてきたからなあ、うん、すごいと思うそれは、だってでも自分のチャンネルも語ってるけど、うん、俺のチャンネルたまに出てくる、うん、地元の一個上の、うん、ただし君っていう先輩がいる、うんうんうん、ただし君って分かるでしょ、うんうん、分かるただし君、うん、直の一個上なんだけど、うん、所沢駅のさ、うん、まあ、ところでさ、うん、6対1でさ、ぶっ飛ばされてたんだよ、うん、正しく、うん、相手6人で、うん、で、たまたま俺が通りかけて、うん、お、正しくんじゃんと思ったら、うん、ボッコボコにされてて、おいっつって、うん、俺もう一人いたんだけど、うん、俺一人でバーッと走ってって、うん、6人全員俺ぶっ飛ばしたからね、うん、そったらもう拳いかれちゃってさ、あ、それが例の話か、そう、うん、なるほど、拳なんて俺もう9回骨折して6回手術してるから、うん、ボルトとかめちゃくちゃ入ってるからね、うん、まあそういう話ですわ、そう、まあ、そんな感じで若気の至りというかね、そうですね、ちょっと最後兄弟の武勇伝で締めてよ、じゃあ俺はやっぱ一番好評なのは20人抜きだね、ああ台湾20人抜き、伝説の、でもあれだよ、中には弱いやつもいるよ、すごい一発で倒れちゃったりとか、俺でかかったから、すごい、そう昔勘違い してほしくないのがさ、うん、例えばじゃあ20人いたとするよ、うん、相手が、うん、強いのって1人か2人ぐらいしかいないから、そう集団で、そうあとみんな3人だけ強かったんだよ、あ、そうなんだ、めちゃくちゃ、うん、でも俺も血だらけだし手はもう、てかさ、
そう、思ったんだけど、うん、20人じゃん、うん、まあ、例えばワンパンでさ、何人か終わらせたとしてもさ、うん、最低限、うん、拳持つ、もうだから、もうこことかでやったりとか、あ、うん、もう行かれるから、最後のうちはもう、そこそこ、もう痛いから、はい、拳はね、うん、ほんとほんと、うん、だって下手すり力、俺も今日でもそうだけどさ、力強いからさ、うん、一撃でこっちも折れちゃうパターンもある、うん、そう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 、うん、ね、あのパワー系の人間はね、うん、結構拳、そう、ハードパンチャーの宿命なんだよ、そう、ハードパンチャーの、ほんと、うん、ほんとに俺もパンチ力強かったから、うん、もうワンパンなんてバンバンやってたけど、うん、あの思いっきりバチーンっていくとさ、こっちもさ、うん、バッキリいっちゃうからね、そうだね、うん、まあやばいわ、まあそういう20人抜きはやばいね、うん、そういった経験積んできて、うん、今があるというか、うん、まあたまにはこういう昔話もいいんじゃない、うん、そうだね、うんうん、そういうのも織り交ぜていってさ、うん、まあ聞きたい人もいるだろうし、うん、これがもしあれだったら聞きたい人いたら、うん、はい、インスタグラムでもいいし、うん、何でもいいんで連絡ください、うん、はい、で YouTube でもいいし、あ、そうだね、はい、じゃあそんな感じ、はい、お願いします、うん、ありがとうございました、じゃあ、それでは、うん。